阪神、岡田彰布の通算成績、思ったよりえぐい。岡田彰布、成績。通算成績、2割7分7厘247本836打点76盗塁。そらそうよ。岡田彰布、28、超有能セカンドやん。やっぱ85年って異常だわ。通算もいいが28歳の年はガチで確変レベルやな。1985年で確変が来たのは運が良いな。バース掛布の後でこの打点はすごいやろ。3番4番でほとんど帰ってきてるから。バースと掛布が出塁するんだからランナー残るじゃん。なあ早稲田卒の秀才。6球団競合1位やろ。すげえな。いつまでセカンドやったんやろ。85年って掛布もバースも岡田も真由美もこの年の阪神を優勝させるために奇跡的に集まってる感じがする。今で言うと誰クラスやろ。浅村クラスだろ。1年だけ確変があったけど。キャリアハイ以降松田みたいな成績だな。6大学通算成績打率。378、1位、117安打、6位、当時3位20本塁打、4位、当時2位81打点、1位、ガチで6大学史上最高の選手やで。これ見るとプロ通算は失敗感すらある。でも1年目の時点でヤバすぎやろ。この成績の新人入団したら毎秒すれ立ってそう。どんでん、森下が10本目、いやいやまだ8本差あるやん。守備はそんなに上手じゃなかったな。打撃はほんま天才的やったと思う。